皆さんこんにちは、俳優チューバーの岡圭吾です。今回はこの4ヶ月間伸びきった髪の毛をバッサリカットしに行きます。ということで本日は今年の1月に出演させていただいた舞台スターリースカイオンステージでヘアメイクを担当してくださった西村さんのサロンが裏原にあるので、そちらに向かっております。前がめちゃくちゃ見えづらい。こちらアーチさんに到着いたしました。こんにちは。こんにちは。本日担当していただく西村さんです。よろしくお願いします。こちらです。そうっすね、だいぶさっぱりして根元も出るんで、はい、これでブローでお願いします。もうちょっとなんかかっこよくお願いします。ああ、アニメっつっても僕の想像してたワンピースとかそういうアニメと違うんですね。これ取り返しつくんですか、ここから。初めてなんですけど、こんなパッとセットしたら良くなるんですよね。これがそうなります。ああ。もう僕ダメな気してるんですけど、これある意味 YouTuber っぽくなりました。やっぱさ、こんないいとさ、あれだね、変な髪型ですよね。結構可愛くないみたいな。変って言っちゃってるね。変って言っちゃってる。日村さんか僕かって感じですか。いや、僕だね。僕似合ってますよ。その写真を撮りたい。その写真を撮ってインスタとかに上げたいです。新型マッシュヘアです。ということで、冗談だったということでちゃんと切ってもらおうと思います。さらば日村さん部屋。カリスマカットしてもらいます。なんでね。薄めだけでんすか。これで一回企画撮ったら面白そう。カリスマって全部切ってもらったんじゃん。でもある程度はできたと思う。切られてんのかしらちょっと分かんないもんな。してくれてます。イエー、このマスクが本当ノンストレスでした。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆめちゃんもありがとうございました。またお願いします。じゃあね。ということで帰宅してまいりました。どうですかこのヘアスタイル、最高でしょう。もう超スッキリしました。今年の夏はこのヘアスタイルでガンガン動画撮っていきたいと思います。本日もご視聴していただきありがとうございました。また次回も楽しみにしていてください。それではバイバーイ。ニューヘアスタイル。